日本神奈川県鎌倉市大木ヶ谷津大木ヶ谷津は、神奈川県鎌倉市鎌倉地域にある大技。大木ヶ谷、大木谷とも書く。現行行政地名は、大木ヶ谷津1丁目から大木ヶ谷津4丁目。郵便番号は248-0011。かつては、相模国鎌倉郡に所属し、大木ヶ谷津村と呼ばれていたが、明治22年に、 鎌倉郡奈の番組休暇村が合併するに伴って、東鎌倉村の大技となった。その後、周辺市町村との合併統合を経て、鎌倉市の大技となり今に至る。大木ヶ谷津は、JR 横須賀線の鎌倉駅から、北鎌倉駅間の線路沿いの山際一帯の地名である。東を雪の下、西を佐すけ、南を同じ町、小町、 北大山の内と接し、飯森山、源氏山などの丘陵が周辺を囲み、中心部屋とにある亀ヶ谷坂を経て、北鎌倉方面と繋がる。地域内大木川と呼ばれる小さな小川が横須賀線に沿って流れる。地名の由来は、鎌倉獣医の一つ、大木のいにちなんだもので、大木ヶ谷は、上杉定正の宮廷で、秀勝寺の地で、亀ヶ谷の地内の一地名とある。 元々この地は、亀貝と呼ばれ、鎌倉幕府の記録書である、東鏡には、亀貝の地名のみ登場し、大木がやつは出てこない。亀貝は、鶴岡に対する大語もしくは、宿の中心部にある亀貝坂に由来すると言われ、この地は元家不祖伝来の地であった。源の頼朝は、鎌倉に入るとまず父、義朝を忍んで、義朝邸があった亀貝を訪れ、後に、 ここに、北条政子が亀貝山呪福寺を建立した。扇ヶ谷津の地名は、室町時代にこの地に住んだ、上杉さだまさが、扇谷殿と称されてから、扇ヶ谷津の地名が一般的になり、亀ヶ谷の呼び名は廃れた。扇ヶ谷津自体で宿となっているが、扇ヶ谷津を取り巻く山々は入り組んだ地形を持ち、地域全体には、四国が多い。泉が、谷、清水が、 谷、清涼寺が谷、藤ヶ谷、多宝寺が谷など、多数の宿の総称として、亀ヶ谷や大木ヶ谷つは呼ばれている。現在は横須賀線によって地域は東西に分断されている。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、大木ヶ谷一の一の子の地点で38万千円、平方メートルとなっている。鎌倉市内で最も地価が高い。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。もともと現在の呪福寺のある付近は、源のより近い降、源家が鎌倉に持った屋敷の跡であり、源の義朝や源の義平もこの地に住んだという。また、こうしたことから記録によれば、大木ガヤには、 鎌倉幕府の要人たちが多く住んだ。このため地域内には自社や旧跡が多い。室町時代に上杉定政の屋敷があり、定政は大木がやつ伝と呼ばれていた。近代になって、生財会人の別荘地として人気になり、三菱の創業者岩崎家などの屋敷が建った。2004年には、 王文社創業者の赤尾義夫が設立したセンチュリー文化財団の館長宅を建設するにあたり、無料地跡と思われる遺跡の調査が行われた。2012年に同財団が15億円の助成金と土地約2500坪を市に寄付し、隣接する赤尾家の別の土地約2000坪を市が購入する形で、世界遺産関連施設の建設計画が進められている。 平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB。鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB。郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2018年2月22日閲覧。新編鎌倉市 1915A、P91。新編鎌倉市 1915P82。国土交通省地下工事都道府県地下調査。鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧。鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。 2017年7月6日閲覧。新編鎌倉市1 9 1 5ビット、P88 やん、跡地事業計画プレゼン資料、ライフル不動産 HP 社宅建設で消えた遺跡鎌倉の世界遺産登録を考える世界遺産施設を検討タウンニュース。 2012年7月6日、平成24年6月28日、議会全員協議会議事録鎌倉市、議会鎌倉市議会2月定例議案集鎌倉市、平成25年鎌倉の古道と、仏像、原田博士、JTB パブリッシングハットエビー鎌倉歴史、3作、長井道子ほか、保育者、1976、西田喜太郎の生涯上杉一行、明かり影者、 1988鎌倉文学散歩は竹夏夫と松尾純三、保育者1993ありがとうございます